いやだからもうあのマクロを活用していろんなことをやってるんですけど、やっぱりほらマクロタイマーって皆さん作りますよね。マクロタイマータンクかな、タンク特にね。そうするときにやっぱりあのつい挑発マクロとかね、そういうあのでそれがクリアされたりするじゃないですか。マクロをやっぱりせめて2つ起動できるようにできないのか。クラフターを やるときにクラフターでマクロを作って制作するじゃないですか、うん、はい。主にパーティー募集をするときに、はい、こうあのね、そのバハに持っていく食事を作ってたりするわけですよ、うん、はいはい、マクロで、はい、そうするとパーティーが入ってきて、はい、あのよろしくお願いしますって挨拶来るんです。そうするとそれによろしくお願いしますって答えるじゃないですか。え、そうするといや答えればいいじゃないですか。え、いやだから答えるよろしくお願いしますボタン押します。え、よろしくお願いします。電話じゃダメだった。ちょっと待って、来た、チャンスが来た。あのよろしくお願いしますボタンっていうものは40には存在しないですしないですよ。いやいや、やりますよね。よろしくお願いします。やらないですよ。挨拶だって心を込めて一時ずつ手打ちですよ。え、そういうもんですか。僕完全に手打ちですよ。全く同じものを1日15回使おうが手打ちですよ。で、10回目ぐらいにあのマクロっぽくなってきた、で全然違う人に挨拶してるんだけど、のでちょっと言い方変えてみたりとかします。なるほど。じゃあ僕はマクロを使って挨拶をするのは邪道ってことです。いやだってですよ、こう挨拶ですよ、久しぶり。でもあと言わせていただくと、はい、FF の最初のマクロのデフォルトの左上に挨拶マクロが入ってますよ。いやいやいや、あれは違う、あれをあそこに置いた趣旨を分かってほしいのが、はい、その MMORPG というかオンラインゲームをやるときに、はい、その声を出すのがいかに難しいかって話で、見ず知らずの人に対してそのチャットを打って挨拶をするのが実は一番ハードル高いわけですよ、最初の。なるほど。そこをあれでもいいか間違ってポチッと押したら出るわけですよ、うんうんうん、挨拶が、うん、そうすると話しかけてくれる人もいて、だから挨拶の重要性を解くためにあそこに置いてるんですよ。あれで挨拶をしろって言ってるんじゃないですか。そうなのか。そう、なるほど。あれあのお辞儀までしてくれるマクロになってますから、ね、はい。まあ便利さもね同時に伝えてるんですけど、挨拶は大事だよを言いたいんです、うん、あのあれはでもね確かに夜を打つってボタンでやってほしいわけじゃないです。あ、そうそう。なるほど、うん。たまにあれね、あのダンジョン終わった時に間違えてよろしくお願いしますって最低。ただね、意外とねってなってる人たちいる。あれありますからね、本当ね。いや、まあ、いますよ、俺もやってて倒した瞬間によろしくお願いしますやりますよね、やっぱ。いやいやいや、だからやっぱね、こう損なったわ。いや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 だからやっぱりこうね、まあ、制作してるときによろしくお願いしますと言っても、うん、マクロ止まらないようにしてるんですよ。でバリーンって割れるんでしょう。いやだってほらよろしくお願いしますって来たらどのぐらい早くよろしくお願いします返すか。よろしくお願いしますって返す。いやいやいや、まあ、早いですよボタンを押すの。でも多分思ってますよ、この人毎回同じ挨拶だな。あ、僕ね、あのね、大体ね、あの2回ぐらい同じ挨拶来た後は打ちます、うん、あ、なるほど、はい、あのちょっと変化をつけてる、ちょっと変化をつけてる。あ、で、またボタンそこら辺はやっぱりあの人間関係的にバランス取ってそこはちゃんとしてるんだ、はい、なるほどね、マクロ2ラインか。つまりあの要はマクロが並列に2行動けば、ね、せめて2行動だから、僕やっぱりあのパーティー募集とかあの、はいはい、リーダーとしてすごいパーティー募集出しますよね。そう、パーティー募集出してリーダーとしてこうよくこう行くことが多いんですけど、やっぱりこうその、ね、新興三層の例えばマクロとか、うんうん、やっぱリーダーとしては自分で出したいわけですよ、うんうんうん。で僕はあのそのなんだっけ、その防御バフはマクロにしちゃってるんで、はい、すごいですよね。なんかプログラムで動いてんじゃないかこの人のっていうぐらい、だからその出せないんですよ、ね、だからちょっとそのせめてそのタイマーマクロだけ別でやれるようにしてない。ガチすぎてもうなんだろう、とりあえず挨拶をしようよって言いたいよ俺。
そうか、初心を思い出してよみたいな、あれは良くなかったんです、ね、いや分かりますよ、僕も例えばね、あの進行酸素なんかもそうですけど、うん、こうマクロガーって流れてる途中にダン君は思わずあの別のマクロ使った瞬間停止みたいな、そうですね、で、あのよく募集とかだとね、全員動き固まって何をしていいか分かんなくなるみたいな、あ、ありましたよ何回も、いやいや、まあ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 、ご要望はこれでも多分やっぱ多くの方が思われてることなんじゃないかな、はい、ただ僕がなぜ今それができないかを語ったところで、まあ分かったけど知らないよっていう、そう、まあそうまあ、まあ、後の検討としていただいて、ありました、はい、あのこれはねすごいよく分かるんです、うちの UI の皆川もすごいあの自分で考えてマクロいろいろ作るタイプなんで、うん、彼が一番自分でイラッときてるポイントなんで、挨拶だけ別ボタンにするって手もありますね。いや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 。あ、マクロじゃなくてね。もう鼻から挨拶ボタンにしちゃう。新しいね発想が。絶対やんないっすわ。挨拶は心を込めて一字ずつ打ちましょう。ね。はい、あの親しき中にも礼儀ありと言うじゃないですか。